ランのリライフ談話室。幸せ感じたい。はい、ムーランです。今回は久々に闘病記のご紹介をしたいと思います。がんサバイバーにはがんと告知された時から一人一人の終わりの見えないドラマが始まり、ふと振り返ってみるとそこには様々な運命的な出会いがあり、感謝しきれないほどの感謝があり、そして優しく大きく包んでくれる家族や友人、知人、仲間たちの温かい愛がありました。闘病記というものを読むといつもこんな思いで胸がいっぱいになりますね。私が会員になっています顎、顔、口の中のがん患者の会、笑顔の会は、福岡の九州大学病院の歯科、技師補鉄科の顎顔面補鉄外来主任、神野陽平先生が病院世話人で、会の代表世話人が今回の闘病記の著者、若狭信行さんです。毎年ムーランライブには会からメッセージをいただき、皆様にご紹介していますが、実は若狭さんはこの闘病期から30年経った今年、上顎道がんが再発してしまい、10月に手術を受けて今抗がん剤治療中です。そのような時でも12月2日のムーランライブにはメッセージをくださいました。当日は会場中の皆様から若狭さんに温かい応援の拍手をいっぱいお送りしました。では若狭信行さんの闘病記をご紹介いたします。昭和56年8月初め頃、その年も例外なく蒸し暑い夏でした。思いもかけず歯の痛みとともに歯茎が腫れ出血したので、町の歯医者に行き見てもらったところ、この病院では手当てができません、いきなり新橋の慈恵医科大学病院を紹介されました。急遽不安を抱えたまま受診しました。そこで初めて上顎道がんという難病と分かりました。それもかなり進行していると知らされ、緊急入院、即手術と宣言されたのでした。目の前が真っ暗になり、頭の中は真っ白でした。手術の説明内容も驚かされました。眼球摘出、全上顎摘出、もちろん歯茎も歯も摘出します。またこの処置をしなければあなたの命は3ヶ月、成功率は 50% とも言われました。これからが私の病気との戦いの始まりでしたが、私にとって幸いしたのは9大方式の確立でした。当時この種のがんの治療は九州大学病院が研究から手術では先行していて、外科手術で病巣を摘出し、抗がん剤と放射線でがん治療をする方式でした。この上顎道手術は慈恵医大では私が第1号でした。先生方も耳鼻科、外科、歯科、眼科、麻酔科などチームを組み、一丸となって取り組んでいただきました。術後の入院生活も大変でした。口が開かないから食事ができない、頬がないから声が出ません。また両足からの点滴のため、長い間両足を固定したために歩行が困難になり、いよいよ八方塞がりの状況でした。病院でリハビリの歩行訓練を時間をかけて行っていましたが、いざ街を歩くとなると足が動きませんでした。術後の問題を一つ一つクリアしなければなりませんでした。中でも問題なのは口が開かないことです。もちろん口の中は出血などありましたが、まず口が開かないことには物を噛む義歯の作成はできないし、まともな食事ができませんでした。
また声が出ず話ができないのです。この時が私の最大のピンチでした。最悪のことも頭をよぎりました。当時同じ闘病生活をしていた仲間が次々と亡くなっていったのです。明日は我が身と気持ちは沈むばかりでした。退院後の社会復帰はできるのか。食事は、会話は、赤眼のハンディをどう克服したらいいのだろうか。これからどうして生きていけばいいのだろうか。いっそこのまま。特に1ヶ月後に退院を控えた頃は、このように悶々とした日々が続いていました。いよいよ退院まで2週間を迎えた日でした。ナースセンターから、若狭さん、電話ですよ。すぐ来てください。と呼び出しがありました。気持ちが落ち込んでいて、センターまでの足取りも重く、ゆっくり歩いていきました。誰からの電話か気にも留めずに、受話器を手に取るといきなり、おい、頑張ってるかい？と、電話の声は思いもかけなかった会社の社長さんの声でした。退院したらすぐに会社へ復帰してくれよ。社員全員君の復帰を待ち望んでるんだよ。頑張れよ。将来の人生なんて考えも及ばない。明日のことさえ思い描けない私の心には、社長さんの声が繰り返し繰り返し、小玉のように響いていました。受話器を耳に当てたまま、感動のあまり、ぼーっと立ち尽くして、赤眼から溢れくる涙を拭うこともできず、私の顔は次々と溢れる涙でくしゃくしゃでした。そんな私を心配そうに見ているナースセンターの人たちにも気がつかず、立ち尽くしたままでした。若狭さん、一体どうしたんですか？涙で顔がくしゃくしゃですよ。私ははっと気がつき、仲のいいナースさんにことの成り行きを話しました。しっかり話すこともできない口の状態でしたが、今社長が会社へ復帰してくれとお話しいただいたこと、明日からどうして生きていこうかと考えていたことを告げると、センター内にナースさんたちの大きな拍手が響き渡りました。病院のみんなも心配してくれていたのでしょう。またまた涙が止まらなくなりました。はい、今回はここまで。ここから先は来週ご紹介いたします。若狭さんががんを発症された頃は、九州から東京にいらして様々なお仕事を経験し、そろそろ九州へお帰りになろうと思っていらした頃に、縁あってお勤めされた運輸会社で数年勤務して、責任のあるお仕事に就いたばかりの時だったそうです。そんな時にがんで入院なさることになった若狭さんを、社長さんはじめ社員の皆様が食事会をして激励してくださいました。若狭さんは、これが別れの儀式かな、これで皆とお別れなんだと、死をも覚悟しての入院でしたので寂しい気持ちでしたとも書いていらっしゃいますから、社長さんからのこのお電話がどれほど嬉しかったことか、痛いほどわかりますね。はい、来週は若狭さんが退院なさってからリライフ人生にどう向き合ってどう生きてこられたかというお話や、私も会員の笑顔の会のお話も聞いていただきたいと思っています。子供の頃から
夢だった大空を飛んでみたい大きく両手を広げて鳥のようにどこまでも手も一人じゃダメなんだ怖いんだみんなの力が必要さみんなの勇気があれば飛べるはずパーソナリティはムーラ、制作編集はアンディでした。